ちょっとした夕食をね、少しいただこうかなと思って。これね、寿司じゃないよ。赤しそのね、朝鶏のね、味がする、あの、ふりかけのご飯をね、食べてみたいと思いますね。まあね、ちょっとこう、ストレスもありつつ、ですけどね。まあ夜中もうすぐして変わると思うんだけど、タイマーがね、これからいいんですよ。あのニュースとかは嘘なんですけども、タイマーってすごいいいんですよ。うつにも効く可能性あるし、転換とか、なんだかな、パーキンソンのあの病気にも効く。まあ取り消した方がいいんだろうけどね。まあ言ったら帰ってきそうだから、ちょっとそれ取り消すけど、本当の話だ、これね。それにも聞く話があるのね。あと、虫歯の治療の時の、痛み止めにはタイマーがいいと。タイマーなんかね、一回、植えときはいくらでも合いますけど、まあ、そのぐらい乱用はダメですよ。うん。で、あれね、神のね、葉っぱって言われてるんです。はっきり言われて、神っていうのは神様の葉っぱっていうね。まあ、大体のものに聞くっていうもんですよ。うん。タイマーはいいんですよ、はっきり言うと。で、ニュース的には、その、メディアはやっぱり、ね、敵側だから、なんかニュースの作り立てなのか知らないけど、なんか、ね、大麻で、なんか逮捕されたとか、ニュースよく、なんかこぞって出してますよね。本当の話なのと思っちゃうよね。本当なのか、役者なのか、もうわからんね。クライシスアクターとか、ね、いるんですよ。役者ね。戦争を煽ったり、いろんなものを、その、クライシスアクターっているんですよ、昔から。まあ、歴史も本当にね、嘘が多いってこと、これがいつかバレると思いますよ。まあ、他のいろんなね、教科書に載ってるような歴史のやつはほとんど嘘で、ほとんどクライシスアクターとか映像が多いですよ。前、宇宙ビジネスとか、まあ、あれもバレてんだけどね、うん。サーカスみたいなもんね、宇宙ビジネスは。宇宙に行ったことないんだもん、本当はね。うん。今まで、なんかね、ヘルムガスがよく、NASA はよく買うよね。うん。まあそういう話。JAXA もそうだろうけど。まあ、いずれね、あれにバレますよ。環境ビジネスと同じようにバレていくね。まあ、どんなにしたってね、どんなに、言論統制しても、もうバレてんですよ、はっきり言われてなわけね。まあ光と闇は一緒って言われるけども、光、みんなが光にならなきゃこれどうしようもないね。陰謀とかみんな言う、陰謀じゃないっていうのね。タイマーは事実だし、いいんだよ体に。そのまあ大体の病気に治せる可能性があるということね。マニュアルがないと私にも何とも言えないからね。可能性しか言えない。うん。まあ他の国はもう特にね、使ってますよ。コロンビアだったり、どこだったかな、フィリピンとか。あとどこだったかな、解禁されたのはね。うん。もう、世界の何割かは解禁されてる。うん。まあ、全部とは言わんだろうけどね、わかんないから。まあ、解禁されて知ってるとこだけ、コロンビアと、フィリピン。と、あとどこだったかな。まあ、緊縮財政のこともよく教えたり、よくね、YouTube も回らなくなったり、ね、登録人数が勝手に下がったりすることもよくある。もうこれね、自分のチャンネルはそうなもんよ、ここは。まあ、チャンネルは2、3個持ってる方がいいよね、4とかね。まあ、ああいうのやってる人はもう10とか50とか持ってる人もいただろうけど。うん。まあ、言論のね、自由がないっていうものは良くないよ。だから多分 YouTube は多分残らないんじゃないかなと思うんだけどね。残らんときはまた別のアプリもあるんで、そっちに移ったらいいですよね。まあ、みんなが使えるプラットフォームだったら、話よね。そこはもう私が分かる話じゃないから。今んとこね、できたのはできたんですよ。うん。インターネットもスターリンクとか量子に、ね、変わっていくんでね。まあインターネットもこの回線での接続っていうのはもうメインじゃなくなるね。うん。
なくならない、最初なくなるのかなと思ったらね、なくならないかもしれないね、回線は。ちょっとわかんないね。スターリンクが全部つながればいいんだけど、ちょっとわからないね、そこはね。この前までつながるのかなと思ったけど、ちょっとわかんない、ね。